伝説はいつも君の手の中に。さあ始まりました、ナルグランデのスペシャル音楽番組です。今夜も他ではなかなか語られていない音楽の話をしていきたいと思います。で今回はですね、ほぼほぼ音楽の話関係ないんですけれども、このね、私このナルグランデというね、このアーティスト、プロのアーティストを目指しているこの人物は一体どんな人の YouTube を見ているのかとかね、そういったことのお話をしていきたいと思います。それでは今回のテーマの発表です。今回はですね、プロ歌手志望の人が見ている YouTube とは、こちらをテーマにしてお送りしたいと思います。ということで私ナルグランデはですね、歌手志望なんですけれども、それで歌の練習とかねいつも頑張ってやってまして、でこの YouTube をやっている理由は別に YouTuber になりたいとかねそういった思いはね全くなくて、実際にこう自分の歌っているところとかをできるだけ多くの人にこう見てもらいたいっていうね、 YouTuber とちょっと似てるところあるかもしれないですけども、そういうね承認欲求とかね、そういったものが根本にあってやっているわけです。でこの歌手を目指している私は一体普段どんな YouTube を見ているのかっていうのを今回お話するんですけども、もしかしたら、ね、全然 YouTube 見てないよっていうね、そういう可能性もあるわけですよ。で先に答え言っちゃうんですけども、結構 YouTube 見ています。こちらにねパソコンがあるので、それでね発表していきますよ。それでは私が登録しているチャンネルを発表していきます。モンスタージョン TV、 それから本田姉妹やで、朝倉みくる、ラファエル、プロタン日記、豪傑チャンネル、プロタンの日常動画、メンタリスト大吾、レイはたけちゃん、太田上田過去公式、日本相撲協会公式チャンネル、これこれチャンネル、美女 TV、 殴られ屋賢治、武井壮百獣の王国、田中理恵、川越 YG、 山沢さんのやつですね。あとねもうなんていうか全くよくわかんない動画じゃない、間違えたこれは失礼な言い方だ。全くよくわかんないなんかチャンネル名がのやつがあって、なんかアラビア語みたいになってるやつがあるんですよ。これは海外の筋トレのチャンネルです。続きまして山本義則筋トレプログラム、あと優作前澤社長なのか今、はい、前澤さんのこの YouTube のチャンネル、あと矢作とアイクの英会話っていうね、こちらが私が登録しているチャンネルです。これ見ていただいてよく分かったと思うんですけども、完全にもう自分の趣味だけのねなんか世界観みたいな、そんな感じになってるんですよ。はい、もうほとんど筋トレとかねなんかトレーニングみたいな、なんか戦う系みたいな、そういった感じの動画ばっかりです。途中で出てきた美女 TV ってやつね、美女が出てるだけじゃなくて美女が筋トレしてるってね、そういった番組になってるんですけども、でそういったねものをめちゃくちゃ見ていて、なんでこの人なんか音楽好きなのに音楽チャンネルなんか一つも登録してないんだっていうふうに思う方いると思うんですけども、私はですねもう基本的にこの YouTube で音楽の勉強する必要がないんですよ。実際にもうプロとかねそういった方がねうよよいるボイトレ教室に行って教えてもらってるんで、別にねこうわざわざ YouTube で勉強しなくても自分専用のトレーニングとかねそういうのをたくさんやらせていただいているわけで、今更こうねYouTube でこう自分だけの力で勉強しようとかね、そういったつもりはありません。だけれどもね、これ見てる方が必ずしもボイトレに通ってるわけではないと思うんですよ。そういった方はねやっぱりこう誰かの力っていうのね必ず借りてください。そうすると自分の思ってる何倍も早く歌が上手くなります。結局よっぽどの天才でない限りは誰かの力を借りないとある一定のこのレベル以上にはなれないんですよ。なかなかね独学ではもう進めないっていうか、まあ、進めたとしてもね果てしなくなんか回り道みたいなねもう険しい茨の道を進むことになってしまうんで、そういったことにならないようにやっぱり誰かの力を借りてください。ということでまた次回の放送でお会いしましょう。それじゃあ。